やはじっこちょこんばんは、タイポンです。はい、ということで、今回ですね、めちゃくちゃ久しぶりに、80プラスピック、こちら作りましたんで、31個。最近31食いてなっていう気持ちが強すぎて、30個じゃなくて31個。31で攻めていこうかなと思います。今ね、FAT キャプテンっていう、まあ、イベントがやってると。まあ、メンバーはこんな感じで、まあ、狙ってる選手、欲しい選手、ディナターレ、ミリート、ゴメス、ロイス、リングベリー。以上の5名が欲しいですね。あ、で、ベンエデルもいいのか。ベンエデルも欲しいですね。なんか確率どうなのかちょっとわかんないけど、ここら辺はやっぱ狙っていきたいと思います。正直ちょっと今ねめちゃくちゃ眠いんですけど、一回お昼寝挟んで動画撮ろうかなと思ったけど、これちょっとここで撮っちゃってやべえの当てて眠気を覚まそうという、そういう作戦で今日は生きていこうかなと思います。じゃあまあ引いていきましょうか。4名だからね、80以上4名ワンチャンあるっちゃあるから、まあティーレマンスですね。これはティーレマンス、多分ディナターレ欲しいな、マジで。イベント選手欲しい。あ、でもなんか高レート来てますね。ウォーカーですね、ウォーカー。プレミアの波来てんだか？なんかあるんじゃないじゃん。これはまあ、アセンシオだね。アセンシオ。イベントカード来てくれればよかった。リバコビッチにしよっかな。なんか今んとこ悪くないね、全然。え、普通に良くねえか？ブロゾビッチ。なんか今日声が出しづらい気がするぞ。ベキル。ベキルでいきます。一体は来そう、イベント選手。そんな予感がして、あ、メル、テンス。どんどん引いていく。トリピアだね。トリピア。プレミア率高いよね。こういうのってなんか高くなる。プレミア率が。うわ、イリチッチだ。頼むね。31分の1を引きたい。マグワイヤー。お願い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 。エルモソ。いや、もう1ページ目終わっちゃうんだが。早すぎる。お、ボヌチか、デパイか。デパイだな、これは。さあ、1ページ目悪くないんじゃないですか。結構、84以上が出てる。まあ、最悪イベント戦じゃなくてもね、ちょっと高レート欲しいですからね。今後のために。なので、それを求めてます。来た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 。にゃぶり。84以上の確率高くね？スティンドルだな、これは。マジでさ、ピックとか作るの時間かかるからさ、うわー、イリチッチ。ダブっちゃったなー。これはホラントにするか。え、またイリチ、おー、カバーニ。最高じゃねえか。イベント、プリーズ。イベント、プリーズ。ダメだ。だは、FAT キャプテン来い。ホランとあれだから、アセンホにしようか、アセンホ。これで当ててる人いんのかな？まあ、サパタだね、これは。サパタ。頼む来い。おー、ナボス。88。超高レート来てんだけど。ありがたいよ。これなんかアイコン各役とか作るときにさ、大切になっちゃうから。これや、衝撃波を起こしてくれ。まあ、コアテスだな、これは。これもうすぐ終わっちゃうな、これ。あ、ラポルテー。いいよ、いいよ。高レート率高いから。だいぶ、いらないカードを使ったから。あ、ジェズスー。このシティ連続。うわ、あとこんだけか。早っ。え、早くね？もっと時間かかると。おお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 。TOTW ゾマ。普通にありなんだが。結構 TOTW 要求の SBC あるもんね。おおおおおおお。これ良くないか？マジで。別にイベント来なくてもうまいぞ、これ。サウルで行きましょう。衝撃的な展開になってんだけど。あー、アセンシオはさっき明日から、この人で行こう。さあ、あと3回で奇跡起こしてくれ。イベント選手出すっていう。ヒルベルで行きましょうか。ラスダメだ。あれオラだな。さあ、ラスト行きましょう。まあ、これもサクッと。31の結果を。おまた TOTW。マジ？え、これさ、ってイベントから出なかったけどさ、良くないか？ちょっと並び替えするか。31回引いて。で、これ上出来じゃないですか。今後の SBC で使える選手たちばっかだよ。高レートの。ワンチャン FAT キャプテンの変な、すごい安い選手は1体当たれるかも、こういう結果の方が嬉しいっていう説あるよね。いや、これ結構俺おすすめしたいかもしれないです。ぜひ皆さん、トレフカの選手とかでもいらない選手とか余ってる人は結構作ってもいいのかなと思いましたね。まあ、個人差はあると思うけど、さすがに当たり外れの。個人的にはうまいような気がしました。ここで当たった、こういらない選手たちをアイコン SBC だったりとか、今後来る選手の SBC とか、そういうのに使えるからね、だいぶなんかお得感を感じてます。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイニア。